製鉄グループシズ、鉄ジャストラインシズ、鉄ジャストライン株式会社は、製鉄グループに属し、静岡県中部地区を中心に、路線バス、高速バス、観光バス、送迎バスを展開する、バス会社。グループスローガンは、時の間、空の間、人の間を満たす企業しず鉄ジャストライン。また、広告、チラシなどには、幸せの目的地へ、 たくさんのあなたを乗せて走りたいが、高速バス用として、さあ、高速バスで行きましょう。幸せを乗せてというキャッチコピーも使われている。ジャストラインには、ジャストに正確にきっかりとライン、線、路線をお客さんにお届けできる、お届けしたいという意味や願いが、込められている。S を、片切った、シンボルマーク2008年現在の製鉄バスの営業エリアにおけるバス事業は、 1906年に静岡と江尻を結ぶ東海自動車に成立した東海自動車とは別によるものが端所である。しかし、この路線は1908年に大日本軌道による高城町と江尻振動を結ぶ軌道線が開通すると廃業となった。このほか、1915年から1920年にかけて静岡、清水、藤枝、 菊川などで小規模なバス事業が開始されている。静岡市内で宮寺商会が開業した1922年頃からは利用者も増加、1926年までに数社が静岡市内で設立されたほか藤枝、八重津、灰原地区でもバス事業が開始されている。しかし、これらの路線バスは鉄道との競合となった。 1919年に大日本軌道から軌道事業を引き継いだ春間電気は1923年に社名を静岡電気鉄道と改め、静岡市内、清水市内線や袋井と森を結ぶ秋葉線を開業するなど鉄道事業を拡大していたが、それらの路線に並行する形で路線バスが運行されたため、鉄道からバスへの乗客の転移も見られた。 自社鉄道防衛の検知からバス事業に進出しようとしたが、すでに既存路線がある場合は運行の許可を得ることはできなかった。このため、静岡電気鉄道では秋葉線の培養としてタクシーの営業を開始した後、1928年に袋井と金武を結ぶ季節運行のバス路線を開設した。これが製鉄バスの直接のルーツとなる路線である。その後、 1929年に宮寺自動車商会と森久自動車商会を買収し、静岡、清水近辺のバス路線を自社路線としたことで本格的にバス事業に参入した。一方、当時藤枝と相良を結んでいた藤草鉄道も自社鉄道専用語のためバス事業を開始することになり、1924年に藤枝自動車商会を買収したほか、 袋井と横須賀を結んだ中遠鉄道も同様の理由でバス事業に参入し袋井と池神殿を結ぶ路線バスの運行を開始した。この時期、小規模なバス事業者同士の競合による疲弊が顕在化し事業者の経営を圧迫したため次第に有力事業者への統合が進むことになる。静岡電気鉄道は1932年に 西春自動車商会を買収したのを皮切りに、沿線の各事業者の買収を進めた。秋葉線と競合していた秋葉自動車商会も1935年に買収されている。富士荘鉄道も1928年に、川崎町野は酒井社を買収したのをはじめとして、1935年までに沿線のバス事業者を買収し、自社のバス事業の拡張を行った。 社一方で路線の新設も行われた。静岡電気鉄道は九百三十年には生成国道の開通を受けて路線を開設、その後山間部への路線も新設したほか観光路線として日本平ら線の運行も開始した。富士層鉄道も同様に事業を拡大していったが岡部と藤枝を結ぶ路線の新設時には両車競り願いとなったため最終的には 銀行の仲介で1935年に共同出資の春円自動車を設立して運行を行っている。静岡市内では1935年に静岡自動車が営業を開始し、静岡市内線を中心に運行を行ったが、1936年に静岡市会でバス事業の支援化が提言されたのを受け、静岡市は静岡自動車の買収を図った。 これに対して、静岡自動車では将来性のある、わらしな線を、静岡交通自動車として分社化した。しかし、折しも戦時体制に突入したことから、市営バス化の論議は低調となり、1937年に、春延栄自動車が、静岡自動車を買収することになり、同社は、静岡乗り合い自動車と解消した。静岡鉄道の社門戦時体制に入ると、 各社とも不要不急路線の休止が行われるようになり、1941年には鉄道並行路線も休止されるようになった。1941年、静岡電気鉄道の社長に後藤慶太が着任したが、後藤は陸上交通事業調整法の趣旨に基づき、静岡県中央部の交通を統制すべく、バス事業者の統合に向けて合併交渉に回るようになった。 統合そのものは、戦時下の国策でもあることから、合併交渉は進み、1943年5月に、静岡電気鉄道を主体として、富士層鉄道、中園鉄道、静岡乗り合い自動車、静岡交通自動車が合併、社名も静岡鉄道に変更した。その後、バス専業事業者6社を1944年1月までに、合併、 静岡県中央部のバス事業は大井川鉄道の営業エリアが一部に残る以外は静岡鉄道に統一されたのである。しかし合併後の社内組織の整理の前に静岡市内に空襲などが続き静岡鉄道は大きな被害を受けた。終戦の時点で稼働可能なのは電車7台とバス20台強という有りで終戦を迎えることになる。終戦後間もなく 社長に就任した河江健太郎は、まず社内組織をまとめることから着手し、復興の基礎づくりを優先した。郊外の営業所の車両を静岡市内に集めて、静岡市内路線の運行を再開、1946年からは新車のみならず、米軍払い下げの車両などを導入することで、輸送力の復旧に尽力した。1948年以降は増資の上新車の、 導入を拡大し、1949年までには、路線、車両ともほぼ合併当時の状況へ復旧を果たした。1950年には、静岡と相良を結ぶ直行便の運行を開始、既存路線の増強を行った。同年からは、降落客の増加傾向が見られたため、久能山と見をめぐる定期観光バスの運行を開始した。この頃から、 静岡市の都市圏の拡大とともに周辺部の人口が急増したため、静岡市の郊外へ向かう路線の増強に着手した。また、長距離路線の展開もこの頃から始まり、1954年には山梨交通との相互乗り入れにより、静岡と甲府を結ぶ急行バスの運行を開始した。さらに1956年には、富士山独電気鉄道との相互乗り入れで、 静岡と沼津を結ぶ路線を開設、さらに1963年には、遠州鉄道、大井川鉄道との相互乗り入れにより、静岡浜松線の運行を開始した。この時期まで、静岡市内でのバス運行拠点は、静岡駅であったが、1954年から駅前、広場改修工事が開始されると手狭になった上、高城町の鉄道駅を新静岡駅として、 大改良することになったため、新たに新静岡をバス運行拠点とすることになり、1956年に新静岡バスセンターの営業を開始し、静岡駅前は路上バス停となった。1957年には静岡国体が開催されたが、製鉄バスでは136台という当時としては、大規模な車両増備を行い、国体輸送を完遂した。この頃、 静岡市では再び市営バス事業を拡策、1956年に4路線の免許申請を行った。これは製鉄バスの空白地帯への路線ではあったが、製鉄バスでも同様の申請を行っていたことから競り願いとなった。戦前に引き続き市営バスの運行が計画されたのは、この時の市長が戦時中に合併した5社のうちの1社で経営者を務めており、 バス事業への意欲が強かったためとされている。1957年までに校長会も行われたが、静岡市の計画にやや無理があったこと、静岡国体の輸送を完遂した実績から、1958年に静岡市の申請はすべて却下された。一方、鉄軌道部門では、市内線やローカル路線は、モータリゼーションの進展とともに、 その存在意義が薄れていくことになった。1962年9月には静岡市内線と秋葉線が1964年から1970年にかけては春園線が段階的に廃止された。いずれの路線も廃止後は製鉄バスが代替輸送を行うことになった。製鉄バス自身もモータリゼーションの影響で利用者の増加が鈍化しつつあり、 一方で経費の上昇が続いたことから合理化が必要となった。このため、まずワンマン化を開始することになり、1962年11月から静岡市内の路線でワンマンバスの運行が開始された。1967年からは前年に開発された整理券方式の採用により、郊外線でもワンマン化が進められることになり、さらに1975年には、 広報監視用カメラの採用に伴い誘導員、なしてもバスを交代させることが可能になったため、1986年までにワンマン化はほぼ終了となった。1966年には新静岡バスセンターがターミナルビルの建設と同時に全面改良されることになり、1970年に完成、路線バスはすべて新静岡を機注点とすることになった。一方、 1964年に東海道新幹線が開業すると観光客の増加が見られるようになったため日本平パークウェイを経由して静岡駅と日本平を直行する路線を開設また尾前崎への定期観光バスの運行も1968年に開始したさらに1969年に東名高速道路が開通すると高速道路を経由する 路線バスも運行されるようになった。製鉄バスでは、沿線事業者として、透明急行バスに出資したほか、1969年には、静岡浜松線を透明高速道路経由に変更。1970年には、静岡沼津線と静岡尾前江崎線も、透明高速道路経由に変更した。また、観光客の増加と高速道路の開通によって、貸切バス需要が、 大幅に増加した上、1970年には大阪で万国博覧会が開催されたため、貸切バス部門は大きく収益を伸ばした。営業力の強化のため、1969年には静岡観光バスを設立している。1970年以降はバス利用者は日本全国的に減少傾向となり、バス事業者の経営を圧迫していった。製鉄バスも 例外ではなかったが、静岡、清水の都市機能が拡大していたことから、大幅な利用者減は見られず、むしろ路線の増強も行われていた。この頃から、サービス面についても充実を図る傾向となった。1975年には、清水市内線が廃止になったが、大体路線では、バス優先レーンの整備が行われた。また、静岡市内のバス停で、 伝承式のバス停ポールと上屋の設置を進めたほか、1977年からは、バス車両の冷房化が開始された。冷房化については、車両改造も含めて順次進められたが、製鉄バスの当時の車両使用年数が長いことから、完全冷房化は1993年までずれ込むことになる。また、イメージチェンジを図り、1980年より、 路線バス車両をアイボリーチに赤帯の塗装デザインに変更した。1983年には静岡駅前広場が整備され、駅前バスターミナルも整備されたことから、再び静岡市内での経路変更が行われ、全路線が静岡駅と新静岡を経由するようになったほか、市内線は静岡駅、新静岡を途中停留所とする路線体系に変更された。 1987年にはバスロケーションシステムを導入、さらに1987年には一部路線で都市新バスシステムが導入された。1990年にはバス停留所近くに駐輪場を設置するサイクルバスライドを導入したほか、1994年には鉄道との共通プリペイド式時期乗車カードとしてパサールカードを導入した。 貸切バスについては、1990年に営業形態の異なる中小型バスについては製鉄小型バスとして分離したほか、1981年より傘下に入っていた清水交通と静岡観光バスを2000年に合併し、静鉄ジョイステップバスを設立し、製鉄小型バスが静鉄ジョイステップバスを九州合併し、製鉄ジョイステップバスになった。 一方、長距離路線は順次縮小された。静岡甲府線は山梨交通が撤退した後も運行が続けられ、1988年には NHK 大河ドラマ、武田信玄放送に合わせて増発もされたが、1990年に休止となった。高速道路経由の東名静岡浜松線も1994年に廃止され、この後しばらくは、 お前崎方面以外の高速バス展開は途絶えることになる。また、ローカル路線対策として、末端区間を貸し切り代替バスへ切り替える方策を取ったほか、1988年に掛川地区での大井川鉄道バスの撤退の受け皿として掛川バスサービスを設立した。1996年には、秋葉地区の製鉄バス路線を、秋葉バスサービスとして分社化している。 さらに、2002年からは、バス事業すべてを分離し、静鉄ジャストラインとして独立させ、定期観光バス以外の観光バスについては、製鉄ジョイステップバスにほぼすべて移行させることになった。2005年からは、中部国際空港へのリムジンバス運行によって、長距離高速バス運行を、再開3月末日で、休止、さらに2007年からは、 東京へ直行する高速バス路線の運行を開始した。同年に新宿への路線も開設されているほか、2008年からは成田国際空港へのリムジンバス運行も開始している。2011年には京都、大阪への夜行高速バス路線を開設した。また10月11日には2009年4月1日から、 行われていた新静岡再開発事業の竣行による新静岡セノバのオープンに伴い新静岡バスターミナルの共用を2年半ぶりに再開した中扉の横車両後部にその車両の所属営業所を示す動物などのステッカーがペットマークとして貼られている浜岡営業所の所属車両は浜松ナンバーそれ以外の所属車両は 静岡ナンバーとなっている。秋葉バスサービスが、袋井駅前の車庫として使用していた、春延線の線路跡は、総裁場の駐車場に変わり、近くに新築移転した。高速バス、特急静岡相良線、東名静岡浜松線から、撤退してから十数年ほどの間は、自社の営業エリア内で路線が完結する、特急静岡相良線を除き、 高速バス事業を一切行っていなかった。しかし、2005年の中部国際空港線の運行開始から本格的に再開。東京方面への高速バスは、清水ライナー号に2007年5月から参入し、翌6月には、新宿とを結ぶスンプライナー号を運行開始した。夜行路線は2008年9月1日から運行開始した静岡成田空港線が初めてである。 直帰のない路線は単独運行である。路線の詳細は当該記事及び公式サイトも参照。詳細は各路線の該当記事も参照。三菱不装、椅子図、日産ディーゼル、日野自動車の全4メーカーの車両が導入されている。また、静岡鉄道時代にはドイツ製2階建て車両も導入されていた。県内では自動車 NOX、 PM 法の規制を受けないことから、車両の使用年数は長く、昭和時代に導入された車両が2015年まで在籍するなど、平均車齢は高い。静岡鉄道直営時代には、経年車置き換えのために、神戸市営バスから、三菱車、大阪市営バスから、椅子座車がそれぞれ導入されたこともあった。1969年から銀色に青い帯が、 入った図書区で親しまれてきたが、1980年以降は、前扉と後扉の位置を視覚的にイメージさせる、クリーム色マゼンタの図書区となっている。ワンステップノンステップ車は、クリーム色にマゼンタ、青、岡部営業所の元藤枝営業所所属であった一部、車両は、薄紫掛川バスサービスは、黄色、秋はバスサービスはやや薄い緑で、 共に四角形を組み合わせた塗色となり、以後の標準色となっている。静岡市がオムニバスタウンに指定されたことを受け、2001年に CNG ノンステップバスが1台導入された。2015年9月12日、2019年に製鉄グループが創立100周年バス事業が90周年を迎えるのを記念して、 昭和20から40年代に使用された近距離路線バスと貸切及び遠距離路線バスの復刻カラーリング車両を導入。これを皮切りに前述の銀バスや赤バスの復刻カラーリング車両も導入された。2016年前期式の一部、2016年後期以降、導入の路線バス全車に USB コネクタが設置されている。高速バス、 観光バス及び貸し切り兼用車は、クリーム色にマゼンタ、青、金を使用している。静岡県外方面への高速路線に使用される車両は、曲線パターンを多く配した塗装を使用し、前面及び後面に、静鉄ジャストライン、横面に、静鉄エクスプレスと表記している。2016年に、相良営業所に導入された高速車2台からは、前横後の表記を、 静鉄エクスプレスに統一した。2018年に導入された高速路専用の935.936号車より、静鉄エクスプレスの表記は製鉄エクスプレスの新ロゴに変更された。また、同時期導入の937号車は、以降の J バス製高速車に使用される塗装パターンに少々変更を加えた。鳥営業所所属の887号車び、 西久保営業所所属の793号車は、静岡市清水区に本拠地を置く、サッカーチームである清水エスパルスのラッピング車両となっており、清水エスパルスのロゴや選手等が、車体に大きく描かれている。また、後面にはスポンサーを表す12番の背番号が表記されている。2019年9月に、特急静岡相楽線と静岡空港線に、 64人の利用がタバスを導入した。ありがとうございます。